しゃべくりマッシュラ始まるよ。はい、皆さんこんばんは。2月の17日、月曜日、486回しゃべくりマッシュラの時間がやってまいりました。今日のマッシュラはですね、やっぱりちょっと暖かかったっていう感じですね。まあ太陽さんも出ましたしね、まあたまたまちょっと長野行ってきましたけども、長野の方ですね、5時ちょっと前には雨が降ったりとかっていう形はありましたけれども、まあ戻ってきましたけれどもですね、山手はやっぱり雲、黒い雲がですね、かぶってるっていうような形で、そんな真っ白でございます。今日のゲストをご紹介いたしますけども、真っ白文化財ボランティアの会の会長さんの徳垣裕二さん、それから副会長の田島千恵子さんです。このお二人をお迎えしてですね、お話をお伺いしたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。今こちらで、こう直旗を着ていますけども、この六文銭のあれですね、これがあの会のあれですかね、はい、背中を見ていただくとこういう文化財ボランティア会という形でですね、これでもって皆さん来て宝物館のところで活動をされているという形でよろしいですかね。はい、じゃあこれからですね、じゃあ文化財ボランティアの会という形で、まあ、こういったちょっとパンフレット一応持ってきましたので見ていただいて、こういう形ですね、宝物館を中心に、こういったボランティアの活動をされているという形になりますですね。で今回ですね、文化財ボランティアの会、昨年ですとかね、12月14日にあの国土交通大臣が表彰する手作りふるさと賞っていうの、その中の大賞部門で最優秀賞の受賞をいたしました、まあ、これがグランプリっていうことですね。で、まあ、今日はあのこの賞の目的や 受賞したあの動機だと、そういったもののね、お話をちょっと、順を追ってお聞きしていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さてさて、それではですね、今回は、こういった賞を受けたということで、これちょっと内容的なものをご説明いただいていいですかね。はい、真っ白文化財ボランティアの会は、はい、今年で創立20周年を迎えました。はい、その中で、2006年、はい、平成18年に手作りふるさと賞の一般部門で受賞をしております、はい、なるほど。それ以後、はい、10年以上、活動を継続し、なおかつ発展させている、はい、そういう団体の中から、はい、この度選ばれて、今度は一般部門の上の大賞部門というところで受賞いたしました、はい、で受賞した一般部門、大賞部門全ての団体を、はい、東京六本木の政策研究大学院大学というところで発表会を、はい、催しました。なるほど。その発表会で、はい、グランプリというものを、うん、その大賞の上に、はい、いただいたということで、大変喜んでおります。なるほど。これはちょっとね、会長さんと、会長さんと田島さんも行かれたんですね、まあ、これもちょっと順を追ってやって、まあ、これ見るとかっこいいんですよね。これなんか順番をなんか入ってるって、真田宝物館で、うん、展示してあるという、展示してあるこの、はい、甲冑体験をした時に、はいはい、その甲冑の上から着るように、うんうん、用いているものでございますが、はい、それをお借りして、ね、発表に使わせていただきました。かっこいいですね。田島さんと、それから、うん、佐野が宝物館の学名の高橋さんと、はい、出席させていただいて、その時の様子でございます。なるほどね。でもあれですね、シャキッとしてていいですね。これは結構あれですか、人数的にはあのたくさんこうやってみんな応援って言えばおかしいけども、あの受賞の仲間なんかも来たりとか他の団体ではあの、うん、結構大勢の方が、うん、ステージに上がったり、はい、発表したりということもございました、う
今ちょっとあれでカメラさんいいですかね、今のグランプリって書いてあるところちらっと寄せてもらったらいいか、この下表彰状のところちょっといただいて、これね、これ見てグランプリ2019って書いてあって、あそう、昨年度は大賞部門でっていう書いてありますね、はい、はい、で文化財ボランティアの会殿というのと、長野市殿と、長野市と文化財ボランティアの会と、はい、両方で両方もらってる、そこで、はい、この2月10日に、市役所で、国土交通省の関東、部局の局長さんがお見えになりまして、はい、市長さんと、それから私どもの会と、はい、両方が、市役所に賞状をいただいた、また盾をいただいたということになります。これもね、これですね、これ新米さんのやつをちょっと借りて、というか新聞に載ってたやつをね、ちょっと切り抜いてこういう形にして、まあ、これ表彰受けているっていうところですね。あ、そうですね、はい、で、あれですか、長野市と結局文化財ボランティアが受け取るっていう形ですね、はい、で、今はあれですか、市の方に飾ってあるような形になるですかね、はい、市の方で今持ってていただいた、はい、また3月中には、はい、私どもの会の方に、はい、回ってきて、はい、そして私どもで保存をすると、展示をするというふうになるかと思います。あ、なるほどですね、この20年間に394人の会員がこの活動をしたわけでございます、はい、でその394人の先輩から今までの人所属した全部の人たちの活動の総和、足し算した全部の答え、その輪が、他の団体の活動を圧倒したという、だから、大賞グランプリをいただけたというふうに思っております。なるほどね、まあ、これ後でまた田島さんにもお話ししていただくけどもね、いくつも なんですかね、こういう班があってその中で活動しているっていう形なんですね、だからまあそういった形であれですけれども、まああれですかね、この文化財ボランティアの会っていうのは発足っていつ頃からのあれなんですか。ね、平成11年に発足しております、はい、でその前2年間、平成9年から、平成10年というところで、はいはい、文化財愛護推進方策研究移植という形で文化庁のその研究を、真田宝物館で移植されて研究をしました、はいはい、その中で、ボランティア養成講座というものが作られて、はい、2年間にわたって、はい、学習を積み重ね、その後に発足したグループと、あ、なるほど、そしてそれから今20年が経った、こういうことでございます。やっぱりあれなんですね、2年間勉強をしてそれからボランティアを立ち上げるっていう形で、あれなんですね。そうですね、それはもう20年前のことですから。そういうことですね、はい、その頃の、会員の方々も何人もまだ活動をしていてくださってありがたいことだなと、うん、年齢的には何歳ぐらいになるんですか。そう、今発足当時からやってらっしゃる、それは入った時、パス20歳でございます。そうか、はい、了解でございます。まあ、そういう人たち頑張ってやってらっしゃるってことですのでね、はい、どうですかこれ、受賞した時っていう方、まあ、これ新聞も出たりとか、まあ、会の人にもお話ししたんでしょうけれども、反応的はどうですか、みんなの受け止め方っていうか、20周年ということと重なったということ、それからその後でございましたけれども、この台風19号あありましたでのその、被害を受けた皆様、はい、本当にお見舞い申し上げますが、はい、そのそういう思いも、はい、この重なりまして、このことが地域のいくらかでも元気づけるとか、はい、応援できるというようなことになれば嬉しいなという思いも兼ねまして、はい、そういう思いも込めて皆さんがこの受賞を大変仲間内でございますけれども、喜んだということでございます。なるほどね、わかりました、ありがとうございます。じゃあその田島さんにお聞きしますけど、文化財ボランティアの会の活動なんかもね、ちょっと
お話ししていただいていいですか、はい、お願いします、当会の活動はですね、はい、多岐にわたっておりますので、はい、ごく一部になると思いますが、はい、写真でご紹介いたします、はい、これは早速ですが、最初はこれ宝物館で遊ぼうっていうイベントが小学生向けにあるんですが、うん、はいはい、小学生に文化財施設を知っていただくとともに、はい、そこでいろいろな昔の遊びなんかも体験していただくということで、うん、これは水鉄砲ですね、竹で作った、うん、それで下は昔のお金の宅本取り、それでここはほんとお蕎麦で、お蕎麦もやる、お蕎麦の薄で引くっていう本当に経験したことのないことですね。喜んでお蕎麦のクレープを後で作ります。あ、なるほどね、うん、それでここはこれは縄をなってみる、これは真田邸の、はい、でクイズを解きながら勉強会ですね。でこちらはこの綺麗な紙で風車を作ります。これもすごく喜ばれる。あと武士になって、甲冑だね、甲冑、これは子供向けですね、うん、別に宝物館では、はい、大人向けに大人もある甲冑、もっと重たいの体験、うん、さっきもね、会長言ってた順番織りをですね、これは教育研修として、うん、今ちょうど行われているのがこの新人研修、新人研修、今ちょうど4月から入っていただく人のために、うん、今年は何人だとおっしゃった？10人ですね。10人、はい、で下は我々会員が講師になって、はいはい、会員向けに講座を開いている。これも年に3回ほどやっております。で、ここ彦根城で写ってるのが研修旅行、研修旅行は6月になりますが、はい、一泊で、秋には日帰り、これはちょうど戊辰戦争足跡を訪ねてって行ったところですね。で、あと会員向けに、はい、通信、通信って言いました。これはいろんな会のお知らせ、はい、ちょうど2月240号になります。20年ですからね、ずっと続いて、はい、これは連絡網としてとても大切な機関誌になっております。いろいろカレンダー、予定表ですね、予定表だね、はい、でも毎週的にあれですね、結構入ってますね。それで会員のいろいろ行事予定みたいなのもね、いろんな原稿も、はい、応募して載せたりしています、うん、はい、こちらはガイド、予約ガイドを受けたまっておりますので、はいはい、その用紙ですね、はい、こういうのでガイドを申し込みで、ね、はい、これはどこへ頼めばいいの？これは事務所に、事務所ファックスに送るようにシステムになってます。電話番号とファックスが、ございます、はい。一回申し込みにいくらするの？これは今の規定では、1団体1000円となっております、ね、はい、これその、ガイドを申し込みでガイドしました小学生の研修と、あと大人向けの宝物館でガイドしたところですね、これは白池で、はい、お茶と梅の接待、ね、おもてなしです、はい、これも梅をこうやって丁寧に無添加でつけております、はい、これもなんか真田邸にある梅だって聞いた、ね、真田邸の梅も、ね、入っている。それでとても喜ばれる、ね、美味しいです、美味しい、はい、やっぱりここでお話しして、はい、いろんなお話しして、はい、本当に観光客の皆様がね、すでに来てよかったなって言ってくださるのがとてもガイドもしてもそうですけど ね、喜んでいただくのがとても嬉しいです、はい。でこれはガイドの一環のあれですね、宝物館の中だね、中、はい、それと今インバウンドに今も盛んになってますので、はい、外国のお客様も多くガイドしております、はい、なるほどね、はいはい、これは史跡調査の班がいろいろ史跡を回って、うん、去年もこれまとめました。あ、これね、100選、はい、私たち会員が選ぶ松代の100選、100個ってことですよね、はい、選びました。なるほどですね、はい、これは何、宝物館行けばいいんですか？各小学校にも全部無償で配りました。なるほどね、はい、ありがとうございます。で、あと土蔵で、真田邸の土蔵で体験していただいているのがおことと、うん、おことですね、おことと、はい、あとこういった、はい、切り紙ですね、体験していただいて、これは小学生にも体験していただいて、大人にもやっております、うん、はい、わかりました。いつから
あと、伊達島さん、あれですかね、この文化財ボランティアの会の関係で、これからあとは、ね、受賞終わった、じゃあ、それからどういうふうにしていこうかって、なんか希望、短めにちょっと。そうですね、ここで栄えある賞をいただき、はい、20年も長く続いているので、はい、で長野市をはじめ、法務官の方々、はい、地域のね、本当に地域の皆様のご支援があればこそ、本当に感謝しております。はい、いつもありがとうございます。そしてですから、これから発足当時、本当にご尽力いただいた先輩方の理念を継承しつつ、また10年に向かって頑張っていきたいと思います。はい、わかりました。じゃあ最後になりますけど、徳竹会長さんの方で、やっぱりこの受賞後はどんな。そうですね、はい、このグランプリ受賞後、さらなるステップに、はい、本当にこれからの10年に向けて、はい、松代の豊かさを、はい、国の内外に発信し続けたいというふうに思っております。はい、わかりました。じゃあまたお二人とも頑張っていただいて、真っ白 PR していただければありがたいなと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、素晴らしい。全国でグランプリだもん、ね、そうですね、いや素晴らしいですね、20年の成果が出ましたね。そういや素晴らしい、やっぱりそれだけね、真田宝物館でね、いろんなものがあってね、勉強になるんじゃないかな、だからそれ魅力があるからみんなこうやってボランティア参加するっていうあれがあると思います。今ねお聞きしてるのは300何人ですかね、全部でまとめてねっていう形で、でも今100人以上前後いるっていう形で、はい、毎日宝物館行くとやっぱりね、こういう洋服っていうかチョッキを着てね、はい、いらっしゃるんですよ。でですね、松代でひな祭りっていうので3月3日からやりますね、はい、でこれ今ようやくこういうパンフレットができたのでね、これ皆さん今ね配って歩いてる。で来週はね、この今度は今日は曲がりよさんがね、一応パーソナリティやってもらって、このひな18回でね、真っ白でひな祭り開催についてっていう方で、実行委員長の佐藤さん来ていただいて、ちょっと説明していただくかなという形です。はい、私もね一度お伺いしたことがあって、素晴らしいですよね、あそこでねもう作ってね、みんなでね、そう、まあこうやっぱりねボランティアの方がね、なんていうの、今大体ね90件で自分のところで展示するのもあるし、そうじゃなくてね、やっぱりボランティアに来て頼んでおひな様持ったりしてるのでね、まあ、そういったところで、飾るという形もありますし ね、 そうですね、はい、まあね19号のあれもあってみんなちんやりしてるかなっていうのがあるから、まあ、こういったところでも少し応援できればいいかなっていうのがあるよ ね、 ね、まあ私もね先ほど言った、そのお伺いした時に、ね、子供さん喜んでたね、やっぱりね、もう本当に珍しいね、はい、あれ体験は ね、はい、そうです ね、 ね、素晴らしいですね。まあそんなことで来週は曲がりよさん、はい、やりますので、よろしくお願いします。それでは来週のしゃべくり松代、どうぞお楽しみに。はい、お願いいたします。松代はあなたの街、それくり松代、また見てね。